倉庫ライブ回送録。14年前に買ったグッズの T シャツを着て、ご本人たちをゲストに迎えることができて、お仕事させてもらえる日が来るなんて、なんていう話です。どうも関西で喋り手などをしております倉庫と言います。倉庫ライブ回送録31公演目はライズ。 2001年4月22日ベイサイサドジェニーですまあ僕がちょうどこういう喋り手の仕事ラジオ DJ を目指してね養成所に通ってる頃の話なんですけども時代は90年代後半から2000年代いわゆる20世紀から 21世紀にかけてロックシーンはですねオルタナティブな流れからよりラウドヘビーミュージックまあいろんな要素が組み合わさってくる日本だけの呼び方ですけどミクスチャーロックというようなすごい流れが流星を極めていてでまあそういう時期に バンド結成されて90年代後半にバンド結成して2000年代とかに出てきたバンドというのがたくさんねもう今も現役でバリバリやっているようなマキシマム・ザ・ホルモンとかテイン・フィートドラゴン・アッシュというまあそれぞれのバンドいろんな要素を自分たち流にミックスパンクの要素ね ラップとかヒップホップの要素ファンクな要素とかね自分たち流に組み合わせたラウドな音楽っていうのが時代とともにこうどんどん席見していったというそんな中ですねスリーピースバンドのそういった独自の音楽をラウドなミュージックを鳴らすバンドが出てきまして、えー、そしてですね 黒色としてはベースは綺麗な女性お姉さんっていう感じでそしてボーカルとドラムはややそのお姉さんと対比すると少しまだわんぱくさもちょっと残ってるというか悪ガキっぽい感じも。 いい意味で残した感もあるそういったバンドライズだったんですけどもまあその辺はですね当時リリースされた映像集 VHS ですけどもねビデオテープで出ましたフレッシュブレンドなんか見ててもそういったちょっとやんちゃな一面なんかもうかがえたりもするんですけどまあそれが当時ねやっぱ勢いあってよかったんですけどもその名もファーストアルバム ルーキーキこれ2000年11月22日ですからもう20世紀の末ですよねミレ,ミ,ミレニアムと言われていた頃にリリースされて僕特にこのね「ルーキー」の「ルーキー」自体もちろん大好きなアルバムでまあもう名盤ですよファーストにしてねその今でも代表曲でライブには欠かせない 雷も入っておりますしそして「Why I'm Me」のインパクト、まあ、CM ソングになったというのもあるんですけどもその「言ってたんだ俺の親父が」っていうその親父さんというのはもう日本のロックシーンを築いてきたギタリストチャーさんなわけですよ。そのチャーさんと父と同じギターを同じ楽器を手にしてロックしていくってやっぱ覚悟というか。 男気といったものもその曲からも感じれましたしそして僕はねミュージックが好きなんですよ1曲目の、まあ、シングルとしては2001年1月24日にリリースされてるサードシングルになるんですけどアルバムの1曲目冒頭飾る曲なんでやっぱり宣言というかねこれで俺たち世に出ていくぜっていうようなやっぱ意気込みを感じる させるのがファーストアルバムの1曲,じゃない1曲目じゃないかなと思うんですけども僕そういった意味もありましてミュージックでスタートするこのアルバムめちゃくちゃ好きでこのミュージックもですねライブでこの時は聴けたんですけども後にこう月日が流れて年月を経ていくとなんかミュージックあまりライブでやらなくなっているような気もするんですけどまあそんな話もね その本人たちに会えた時にちょっとしたんですけどその話はちょっとまだ後にするとしてまあそういったねフレッシュさもありながらお「おなんだこいつたちは」ってこうかっこいいって思わせるねえバンドであったライズが3人組からその女性1人のベースの時江さんっていうまたねあの後にアジコなんかにも参加されますけれどもその時江さんが。 いてる時のファーストア『ルバムルーキー』ももちろんいいんですがその後ですねメンバーチェンジすぐありまして男性4人組になってまあそういうさっきね言ったもともとその男気というものをね父と同じ楽器で勝負するぜっていうところにも感じてたんですけどもよりなんかこうやっぱりバンドとしてのたくましさを増したという側面もまああのー。 その時江さんがおる時の魅力めっちゃあるんですけど男性4人になっての,あのなんかまた違ったこうビルドアップされた感じもあったように思うんですけどそれをねライブを見ていてめちゃめちゃその時江さんの時のライズのライブは見れてないんですけどその4人組になってまだセカンドアルバムをリリースする前ですよね。だからその ファーストアルバムでのライブということだったんですけど僕この時本当にねなんかねどっかで聞いたか見た言葉が頭に浮かんできて思い出されてねというのは男というのはまあちょっと男と女の話になってしまってあのこの時代にあれかなと思うところもあるんですがその時2001年にはもうこう思ったんですよ。その 男は男に生まれてくるのではないと男になる生き物なんだっていうことを何かのね本か言葉で聞いたのをすごいこのライズのその4人組を見て思い出しましてねその男性も女性も生まれてくるのは母女の人から生まれてくるわけですよ。なので なんか男は男に生まれてくるのではないこうやっぱなっていくんだっていうそのやっぱいろんななんかね自分たちで挑戦したり試練を乗り越えてっていうようなこともあるのかなって僕はそう受け取ったんですけどなんかそれをねすごくライズには感じてねであの年下だったんですけどもライズのメンバーはでもなんか年齢とかこう関係ないそのかっこいいもんは。 かっこいいとこう年下であろうがなんだろうが言える思えるそのリスペクトだなっていう風にめっちゃ素直にライブで感じたんですよね、うん、まあとにかくかっこよかったんですよまあ、そういうね思ったことを実はそのメッセージをですね当時ボーカルのギターのジェシーさんがですね関西の FM ラジオ局でパーソナリティをね1年間いろんなアーティストが務めてまた交代してっていう今も続いてるね1年の期間でパーソナリティあを交代していくそういう番組があるんですけどそこでねパーソナリティやってあってその思いをですね僕こうライブを見てこう思ったんですっていうふうにね 伝えてメッセージを送ったんですよぶんね当時はがき2001年はがきだったように思うんですけどねもしかしたらメールかもしれないですけどそしたらですねそれがジュシーさん呼んでくれましてねさらになんとあのその時のセカンドアルバムリリースしたばかりだったのかな。あのー ライブは2001年4月22日ですがセカンドアルバムが4人になってフォアプレイが2001年12月5日かそうかそのそれを記念して作られたアナログレコードもですねサイン入りで送ってくれてあとレアなライズグッズニットキャップとかねあの靴ひもとかライズのロゴとマークが入ったねそういったものをね送ってもらって。 あとね、そのまああのー、見れたライブハウスというのも良かったんですよベイサイド・ジェニーといいましてその関西大阪のライブシーンをねこう盛り上げてきたというかその見る方もなんですけども出られる方も出演してるバンドとかもあそこ良かったなっていう声をよく聞く、あのー、ライブハウスでちょうどなんかいい大きさ1200人ぐらいですかねで雰囲気もねこう港に面しててね こうそっちなんかにも出れたりしてあの天保山という、まあ、いわゆるこう湾岸の観光地観覧車もあって水族館有名な海遊館というのがあってその一角にベイサイド・ジェニーってまあ吉本興業が運営してたライブハウスなんですけどもそれがですねまた雰囲気もよくてねあのいいライブハウスいい箱なんていう言い方もしますがそういったとこだったんですけどもそこで見れた。 その4人になりたてのライズのライブっていうのが本当僕にとってはすごいあの今となってめちゃくちゃあの時見れといてよかったななんていうことでっていうのは後にですね僕がラジオ DJ として番組させてもらうようになってもうすごいありがたいことにジェシーさんにも金子信明さんにもお会いできたんですよ。ででもお二人ははライズとしててのゲストではなくて ザ・ボーンズとあのソロプロジェクトで来てもらったんですけどでももうなんかちょっとねそのえ違うプロジェクトの話なのにどうかなと思ったんですけどもう衝動抑えきれずにそのこの時買ったねでもサイズもですね自分に合うサイズが売り切れててワンサイズ大きかったんですけどそれでもやっぱ手にしといてやっぱ良かったなっていうかそ,そのライズ感じでね雷の 図鑑の図というか図工の図って書いてライズ T シャツをですねもうこれ見よがしに2人の前でねなんか着てゲストに迎えるというなんかお二人もちょっと「うおめ,めっちゃ懐かしいあのグッズの T シャツじゃないですか」なんていうことでまあなんかもうどうかなと思ったんですけどもやっぱもう止められなかったんですよそのキッズに戻るというかその何回も言いますけど。 年齢は僕の方が上なんですけどもすごいね2人ともなんかこうやっぱ度量が広いっていうかあのめちゃめちゃ大きな器で心でね温かく受け止めてもらえてやっぱ男としてもあのっていうか人としてやっぱねあの俺年齢とか関係なくすげえやっぱ尊敬する。 人たたちだなっててて改めて思ったりしてジェシーさんとか特にライブ後もやっぱねライザーとかファンの人たちとコミュニケーションもめっちゃ取るなんていう話もあったりしますしまあそういったところもですね音楽にも現れてんじゃないかななんていう風に思ったりしますでそのいただいた実はこうこうこう出てこのエピソード言うてねもうそんな,なんかねあのなやこっちと思われてたところもあるかもしれないですけどめっちゃ優しくおいマジでそん時にえ ラジオ番組にメッセージくれて、お、ほんまや三入りのレコードーとみたいな風にね、あのご本人たちもなんかすごく喜んでくれたように見えて、はい、えー、僕にとってもね、あのなんかそういう繋がりができたこと人生においてすごくあの光栄なことだななんて思いました。まあそれからメンバーチェンジもあってね、いろいろあったりも。 し、ね、しましたけどもそのなんかスリーピースってやっぱシンプルにこう挑戦するこのロックの一番なんかかっこいい形かなと個人的にトライアングルな感じがねその最小人数じゃないですかロックできるまあ2人で1人でねロックだっていう人ももちろんいると思いますけどもなんかこうバンドの最小 人数の携帯かなと思うんですけどなんかよりそぎ落とされたかっこよさっていうのを感じれる携帯かななんて思うんですよね3ピースはそんな3ピースでねまたこうなんか可能性をねロックの可能性を今後もですね見せて聞かせてほしいななんて思ってたら2024年来年以降ちょっと動きがあるかもなんていうこともね あのジェシーさんがヘイ・スミスイガリこの YouTube でスターなんかしていたのであの発言していたのでねすごい楽しみに今後もね追っかけていきたいななんて思っておりますそういった話でしたがちょっと自慢というかほんとしかったんですよねはい、えー、そんな流れからですねでは次回はねこのやっぱ「ラウドヘビーミュージック」 もう流星を極めていていすごいシーンだったなって今になってというかもうその時からですねうわそやっぱこのバンドの勢いめっちゃ表してるなと思った「リンプビズキットのライブの回想を行いますので次回もどうぞお聴きください。そうこうでしたさよならババイバイ